はい、皆さんこんばんは。レトロゲーム大好き、はるきまりです。本日はこちら、一期をやっていこうと思います。はい、一期はですね、まあ、有名、かなり有名なソフトかなと思います。あの、クソゲーというね、単語を、生む、元になったと言われているゲームですね。で、1985年にですね、もともと、サンソフトさんより稼働された、アーケード用のですね、アクションシューティングゲームというのがベースになって、おります。で、ファミコン用のソフトはですね、同年ですね、1985年に発売になっております。なんか Wii でも出てたみたいですね。知らなかった。Wii とか、3DS とかでも、出ていたみたいです。で、まあ、どんなゲームかというとですね、まあ、農民の、主人公、ゴンベをですね、操作して、まあ、九代官の屋敷まで殴り込みに行くっていうようなね、まあ、一気起こしに行くっていうような、ゲームになっています。あの、一気って一人でやるのかなっていうのでですね、結構、まあ、クソゲーと言われている、ゲームなんですけれども、そう、一人でなんで一気なんだろうとか、あとは、なんで一気なのにね、出てくる敵が、忍者なんだみたいな、謎のですね、謎がいっぱい残るゲームですので、まあ、なんか、クソゲーだ、みたいな風に言われてはいるんですけど、どうですかね、やったことある方いますかね。なんか私これ結構好きなんですけどね。はい、結構好きなゲームです。で、なんかね、あのオンラインでみんなで遊べる一気オンラインっていうのとかがね、2010年に配信されてたりとか、なんかこう広がりはあったゲームなんですけれども。今日はですね、ファミコン版、そしてまあ、二人プレイもできますが、いつも通り一人で遊んでいこうと思います。で、基本的にはですね、釜っていう武器を投げながら、忍者の攻撃に当たらないように、小判を集めて、いきます。で、小判を8枚かな集めるとステージクリアというような形になります。あとは、たまにですね、急に、大官がね、ランダムで出てくることがあるんですけど、大官が出てきたら、そいつを捕まえたら、ステージクリアになります。ただめちゃくちゃ足が速いんですよ。はい。で、全部でですね、まあ、8面構成かな一応になっています。表4の裏4っていうような感じですね。で、基本的には、ループになるので、なんか、裏4までクリアしてもですね、また最初に戻るっていうような、形になります。さあ、やるか。さあ、遊んでいきましょう。そうしたら、ワンプレイヤーゲーム、スタート。この音楽はとても好きです。さあ、行きましょう。で、こんな感じで攻撃をですね、投げて攻撃をしながら、取っていきます。で、ま、小判のね、順番とかは、あ、これ竹槍ですね。この上にあるやつが竹槍です。で、竹槍はね、なんかね、私は取らない。取ってもいいのかもしれないけど、なんかすごい使いにくいんだよね。で、私は取らない派です。今、小判を、危ない。5枚取った。はい。で、こうやってね、もうめっちゃ忍者来るから、逃げながら、あと2枚、あと2枚、あと2枚、はい。で、あと1枚ですね。確かここにある。よし。はい。これでクリアです。めちゃめちゃゴンベ笑ってる。はい。そして、次ですね。はい。ステージ2です。ステージ2は、どう行くんだろうな、みんな。私はこうやって左の、この多い、近いな、3枚を取って、から、右をね、ぐるっと回るタイプなんですけど、この鉄砲隊がね、すごい嫌なんだよね。今5枚取ったよね。5枚取った。で、確かここに足が速くなるアイテムがあるので、大根、こいつを取ってですね。で、あとは、左にダッシュ。で、こ
このコインを取る、小判を取る前に、よし、あの巻物を、取るとワンナップアイテムです。さあ、表三面です。あ、ボーナスステージになった。はい。ボーナスステージはひたすらおにぎりを食べる。急に来るからさ、おにぎり、おにぎり。このなんか、平和さね。なんで神様がさ、おにぎりを投げるのかっていうのも謎だし、なんでゴンベは池の方に、池側なのっていうのも謎ですよね。まあ、これで900点取りました。はい、ステージ3でーす。ステージ3は、ちょっとこんな感じで、入り組んでいるステージになります。なんか城下町みたいな感じかなと思いますね。はい、ですね。ステージ3になると、ちょっとなんかね、妨害してくるキャラみたいなのが増えるんですよ。それがね、すごい嫌な感じなのよね。なので、よし。いや、今うまかったわ。私。もう、運はめちゃくちゃうまかったわ。で、さあ、あと2枚。あ、もうこの、これじゃちょっと取り付かせといて。あと2枚なんですけど、こっからね、結構難易度高いんですよ。なんかね、障害物があれだから、結構当たりやすいんだよね。よし！あと1枚。怖い、怖い。ああ、もう、邪魔。ちょっと、やめて。やめて。あと1枚どこ？あった！よし！取ったもん勝ち。大声。やったステージ4でーす。ステージ4なので、一応ステージとしては最後。まあ、裏があるけど、裏はですね、基本的には、ステージ構成は変わらなくて、なんかちょっと敵がね、強くなるっていうか、だけなので、だけって言うとあれだけど。なんでちょっとステージ4まではクリアしよう。いっぱいいんな。はい。ステージ4まではクリアしましょう。で、結構ここは入り組んでてね、めんどくさいんですけど、あ、大観じゃない！やった！大観ゲットしちゃった。え、小判全部集める気満々だったよ。ちょっと待って、ちょっと待って。マジ？やっちゃった。やっちゃったので、ちょっと裏もクリアするか。裏もちょっと進めようか。マジで？ちょっと、ちょっと予想外。あ死んだ。ちょっと待って待って待って。ちょっと待ってくださいね。こんな簡単にね。いや、4難しいんですよ、結構小判集めんの。だから、あ、いや、敵多い、敵多い、敵多い。4は結構大変なんです、本来ね。だから、いや、結構大変なんだよね、みたいな。ああ、早い、赤い忍者やだ。話をしようと思ったら、あれ？どこ取り忘れてるんだろう。ちょっと興奮して取り忘れてる場所がありますね。ちょっと待って待って、一気に、ちょっと、テンション上がっちゃってめっちゃ死んでるのよ。待って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 。待って待って、ここら辺だよね、多分取り忘れてる可能性があるとしたら。この上か、ああ、ちょっと。死んだ。待って。はい。ありがとうございました。ですね、ちょっとステージ4を、めちゃめちゃちゃんと、小判集める予定だったんですね。ちょっと言わせて。集める予定だったから、まさかの大観ゲットで興奮して、その後の裏の、裏の一面、まあ、実、なんで5面ですね。を、ちょっと興奮しすぎて一瞬で死ぬっていう、失態を見せてしまいましたが、はい。一期はこんな感じの、ゲームになっております。ね、クソゲーバカゲーと言われていますけど、個人的には結構楽しいゲームです。楽しいゲームだけど、うん、なんだろうね。なんか一回クリアしたら確かに、しばらくちょっとお休みして、またやろうかなって思うゲームかもしれないですね。はい。ということで、本日は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。